こんにちは、しんチャンネルです。久しぶりにね、自分にネタやっていきたいと思います。最近ね、キャンプ始めて、念願のルーフキャリア購入しました。荷物もたくさん詰めてね、めちゃくちゃかっこいいですよね。でもここで問題が、風切り音がめちゃくちゃうるさいんです。いや、マジで。で、いろいろググってたら、なんか自作できそうだったので、ちょっとチャレンジしちゃおうかなと思って、いつもの廃材コーナーをごそごそ探しております。で、見つけたのが、こんなアルミのね、廃材、なんかね、 L 型のアルミの廃材ですね。何用かちょっとよくわからないですけど、とりあえずね、掃除をしていきます。で、これをキャリアの裏側に両面テープで固定していきます。まずはね、センターに1箇所で、両端に1箇所ずつ固定します。もうね、これだけ、両面テープで3箇所つけただけです。これでね、風のね、気流を、ちょっとこういじくって音を消してやろうという作戦ですね。取り付けたらね、早速ドライブの方へ、出発しました。果たしてね、風切り音は解消できるんでしょうか。まずはね、このバイパスに乗ります。よし、乗るぜ。このバイパスは、最高速度が70キロぐらいで、走れるところですね。これがね、全然しないんですよ。本当にびっくりした。すごい、すげえ。全然してないです、これ。マジで。すげえ。はい、今度はね、トンネルに来ました。トンネルの中も全然風切り音が、しませんでした。続きまして、瀬戸大橋に来ました。これ高速道路なんですけど、橋の上どうかなと思ってちょっと来てみたんですけど、全く余裕、ミラクル余裕です。次は明石海峡大橋、淡路島に渡る橋で、すっごい風が強いんですけど、ここでも全くと言っていいほど気になりませんでした。家にある廃材でこんなに効果があるなんて、本当もうびっくりしましたよ。本当、ただし取り付けは超強力な両面テープでお願いしますね。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。